はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。10時ですね、40分をちょいと回りました。11月は4日土曜日ですね。今日また温度上がりそうですね。千代田区21度で、この部屋25度ぐらいですね。はい、ちょっと暑くなりそうな予感という感じですね。半袖でしたよかった。行きましょう。土曜日ですね、マーケットは開いていませんが、昨日のニューヨークでですね、なんとですね、1ドル、149円まで円高になったという話ですね。なんかアメリカのですね、利上げが止まったという観測ですね。で、ウォンもなんと1309まで来てますよ。ちょっと来すぎなような気にしますけどね。1309ですからね。はい。まあでも、お隣さんは喜んでるんちゃいますかね。1200台に行きたいところですね。行きましょう。ザクザクでございまして、峰村健二さんのニュース裏表というシリーズですね。現代版アヘン戦争、米中麻薬戦争をバイデン政権が習政権に激怒。中国が原料供給のフェンタニル、フェンタニルが米で蔓延というタイトルですね。米司法省は先月、医薬用麻薬フェンタニルなどの密造などに関与したとして、中国本土を拠点とする8企業と従業員らを起訴した。財務省もフェンタニルの密造、密輸に絡み、暗号資産、仮想通貨口座で数百万ドルを受け取ったとして、香港と中国を拠点とする12企業と13個人を制裁対象に指定した。フェンタニルは米国で麻薬蔓延の最大の原因とされる。メキシコの麻薬マフィアが生産しているが、原料を供給しているのは習近平国家主席の中国である。現代版アヘン戦争にキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二氏が迫った。筆者は9月末、出張で米ニューヨークを訪れた。なんかしょっちゅうこの人、アメリカ行ってありますね。米ハーバード大学で研究員をしていた10年前からこの町に来ると、必ず立ち寄る地域がある。中心部マンハッタン島の北東部、イーストハーレムと言われる地区だ。最も治安が悪い地域の一つで、昼間でも一人で歩いていると身の危険を感じることがある。夕方の同じ時間に訪れて定点観測をしている。格差や治安など米国が抱える問題点を肌で感じることができるからだという。よう行くわ、こんなそんなとこ。前回この地を訪れたのは世界中にコロナ禍が拡大する直前の2020年3月。その風景は大きく様変わりしていた。路上にいるホームレスが急増していたのだ。若者や女性の姿もあった。米国はコロナ後の不況から回復し、景気は堅調だ。市中心部だけ見ていると、高級レストランやブランドショップの客足は戻っていた。一方で急激なインフレをもたらし、昨年前半の CPI は 9% 近くに達した。つまり物価上昇ですね。9%。すごいやん。生活費の高騰に耐えきれない人々が路上生活に追い込まれた構図が見て取れた。そしてもう一つ気になったのが、ホームレスの人々の姿だ。頭をうなだれて徘徊したりぐったりしている人々を散見したと。ホームレスが増えてるってどういうことなんでしょうね。やっぱり物価高で食えなくなったんですかね。モルヒネの数十倍強度があると言われる合成オピオイドフェンタニルによると見られる症状だ。へ、末期のがん患者の苦痛を緩和するために開発された薬だが、米国では若者を中心に過剰摂取が問題になっている。21年の薬物の過剰摂取で死亡した約10万7000人のうち3分の2はフェンタニルが原因と言われる。10万人年間死んでるんですか、麻薬でね。
そのほとんどがメキシコのマフィアから密輸されたものだが、その原料を供給しているのが中国だ。ドナルド・トランプ前政権の要求で中国政府は19年フェンタニルの輸出規制を強めた。だが昨年8月、ナンシー・ペロシ米下院議員が台湾を訪問すると、中国政府はフェンタニルの規制担当の交渉ルートを閉ざした。アントニー・ブリンケン国務長官は6月と7月、中国外交トップのワン・イー共産党政治局員外相に対しフェンタニルの強化対策を求めた。米財務省は10月3日、フェンタニルなど密造や密輸に関与したとして中国を拠点とする12企業と13個人を含む28の企業と個人を制裁対象に指定した。また司法省は中国を拠点とする8企業と従業員12人をフェンタネル密造などの罪で起訴したと。まあ、中国にいるわけであって、アメリカが逮捕するっていうのは不可能でしょうけどね。でもなんか習近平政権をわざとやってるという感じがしなくもないですね。多分そうでしょうね。で、アメリカは怒ってると。メリック・ガーランド司法長官は記者会見で、米国人に死をもたらすフェンタニルの国際供給網は多くの場合、中国の化学会社を起点としていると非難した。1840年のアヘン戦争では米国は、中国は被害者だった。米中対立が先鋭化する中で、現代版アヘン戦争ともいえる状況は収束する兆しを見せていない。まあね、中国もこういうことをやるわけであってですね、こういうことをこう公然とやってるというところはやっぱしですね、あいつら信用できへんなということにつながりますね。ね、そんなね、いくらでもないと思うんですよ。変な話、フェンタニルをアメリカに輸出したところでね、年間1兆円の、ね、利益あるとか、こんなんちゃうでしょ。せいぜい3桁億円ぐらいでしょ、円にしたらね。こんなためにですね、信頼を失う、アメリカの信頼を失うっていうのはですね、なんとも魔尺に合わん話ですけどね。だからそういうところでアメリカにね、協力してあげたりするとですね、一層そのなんていうか信頼感が高まったりするわけですよ。中国は話はこれやっちゃうと。それを逆にですね、話し合いでルートを閉ざして裏からどんどん入れてるっていうと、もうその悪意以外の何者も感じませんよね。まあ、一時が万事ですけど、そうやってですね、アメリカとの関係がどん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 悪化していくというのはですね、結局中国にとってですね、そんなですね、得なことではないような気しますけどね。まあ、それでもやめないんでしょうね。まあ、メキシコから持ち込まれるということで、メキシコとアメリカは長い長い陸の国境があります。まあ、西の方はリオグランデ川なんですけどね。トランプはここでイライラしてですね、壁を作ろうとして中途半端に終わりましたけど、まあ、実際本当にね、壁なりフェンスなりをですね、作ってこう守っておかないとどんどん流入しますよね。今ほんでフェンタニルだけではなくてですね、中国人がですね、陸路3000キロを踏破してですね、アメリカに殺到しているという状況でございます。まあ、アメリカのことを心配してもしゃあないですけど、まあ、この国境問題というものがですね、今後アメリカにとって一つのですね、ネックになっていくんちゃうかなという気がしますね。まあ、フェンタニルも入ってくるし、中国人も入ってくるし、アメリカは頭の痛いことでございます。まあ、もう本当にね、最後は壁作るしかないんじゃないですか。壁もそうですけど、まあ、要はフェンスみたいなものをね、長い長い何千キロの国境にですね、それを作る以外にこうなんていうか、こう際立った解決法はなさそうな気がしますけどね。
はい、ということで、このですね、ザクザクのですね、1ページ目を貼っておきますんで、一応、まあ、ほとんど読みましたけども、確認をされたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。